した？え、爆発した？今回逃げんかった？終わった？大丈夫？お父さん死んだ？よし。あ、あのウサギ光寄るってことはまだ捕まえてないウサギやね。あれ捕まえとこう。ってことで、あった、嬉しい。嬉しい。ちょっとずれとった。若干ずれとった。ほら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 。よいしょー。お、これは結構楽に捕まえ、方向が。あ、待ってくれ。あ、もうすげえ、待ってくれ。なんかね、動きがわからんけんさ。いえ、どの方向に行くんかがわからんけん、めちゃくちゃ、ギリギリのところでかわされていく。ジャンプしてった方がいいか。いや、潜っ、いやー、なんかどんどん離されていくような。おいー。よっしゃ、捕まえた。ふぅ、なんとか西のウサギを捕まえて。え、これで何匹目だ。3匹目全部捕まえた。全然わからんねえけど。全くわからんねえけど。あ、そしていつの間にやらあと4匹やね。あ、もう次のクッパが出てきそうな感じ。早くね。マジでスピード上がったよね。こーわ、あれかな。え、チップとは別？待ってよ。ちょいと待ってね。ここからなんか上がれる。猫マンマウンテンの頂上へ。猫マンマウンテンってどこ？あ、これか。これの頂上を目指せと。あ、ほらそこ行けるよ。これさっきと別のとこ、別のとこよね。次クッパが現れたらそこ破壊してもらおう。絶対そこ猫社員、猫社員入っとるけん。いいよ。これなんやろ。なんか色が、あ、なるほど。この線路、これが変わった。あ、なんか攻撃してくれて。あれ、でもここの猫社員、猫社員っていうかかけら取っとんな。私一回来たのかしら、全く覚えてないけど。そっか、踏みつけることもできるよね。なんか炎で攻撃することしか考えてなかったけど。かけらはなさげ。いえ、この辺もなんか破壊できそうな気がするけど。あれ、もしやここ違う違う。ふう、わからない。あ、こうかしゃがむの。ちょっと待って、よいしょ。これは普通にコインを回収しようかな。そんだけか。もう何もない。え、そんなことある？え、ただ単になんか数枚コインを回収しただけなんやけど、そんなことある？どうなんやろ、これいけるかな。下マグマなんよね。やめとこう。え、やっぱこれさっきのとこと一緒じゃね。え、違うんすかこれ。あ、あ、危険、超絶危険。もう一回これでいこう。いや、違うとこやね。見た場所があるんだな。よっ。危険危険危険、めっちゃ怖いんですけど。お、これで続きができたのか。頂上、うぃー、なんかいっぱい来た。いやー怖い、めっちゃ怖い。
超怖い。で、あれか。ちょい待って、これなんかできるかな。何もできねえ。ちょ、何もできねえ。これはさ、あれ壊してもらえる？壊してもらえんな。違うんか。あれかな、何、あれあれ、ブーメランとかだ。ブーメランとかでできるんかな。そろそろ来るな。どこや、あれや。ちょい待って、この下のところ、どこ行った。見えない。あ、ここか、ここか。え、あ、あったあったあった。あ、怖い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 、無理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 。おい、なんかめっちゃ跳ねたんですけど。ここ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 、えい、出た。よっしゃー、来たー。熱戦で発掘猫社員。よし、ちょっと今出てきたばっかりやけどね。よしよし、もう結構削れてきたよ、体力。クッパン猫社員だけでやっつけれるんじゃね。そんなことないか。もうあと3個ぐらい。今47とかか。ほらほら47。いや、あ、まああと3つでやっつけるんか。あ、こんなとこにかけらあるやん。ねえ、届かない。え、何？え？え？ちょっと待って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 。え？早くない？え？早くない？え？ストーリーじゃないよね。え？何？一応早い上にかけらなくなったんやけど。え？待って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 、何？何が起きた？一応早いって。いや、ウサギ逃げろ。いや、ウサギ逃げろよ。あ、ここ、これなんか、ここか。ここが一体どこなのかも。うわ、超燃えてる山。私から逃げなくていいからさ、クッパから逃げな。ね。あ、ここ、あれじゃない？何やっけ？違うって。ここは食べ尽くせ猫チョロくん。何それ、めちゃくちゃ写真。よいしょ。この辺は破壊してもらえるとこ別にないんかな。ゲーイ。ちょっと私今今アイテムを使ったばかりなんですが、やめていただけますでしょうか。お、めっちゃ行くの楽になるやん。え、こい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 。ちくわっかとー食べ尽くせ猫チョロボン。猫チョロボン、どこに。くる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 。ちょっと待って。よしこい。え、なんだって。食べ尽くせってどういうこと。やっつけれんよね。何をどうすればいいんやろ。何をどうすればいいんですか、ここは。落ちる落ちる落ちる。わからんとこは飛ばしていくか。え、他の島は。イエーイ。怖い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 。イエーイ。待って、もうちょい。はい。え、違う、もう一回もう一回もう一回。はい。あれ届かないんですが、この辺とかなんかアイテムない。ちょ、早くね。ああああ、なくなった。ちょっとちょっと、あっち側
へちょっと渡っていくよ。ゴー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 、いい、恐ろしい。あ、アレチのギガベルか、ここ。うっ、ちょっと待って、マジでアイテムがないんですってば今。え、そこは、何、もうやめてよやめてよね。え、今なんか、え、どっから出てきた。あざす。なんだよクッパ、いつまでいる気だよ。おい、いいよねあ、これ猫マウンテンの頂上か、なるほど。あ、でもさ、周りのこれが出てきてるってことは、ちょっと行くの楽になってる感じですか。よっ、え、どうなんやろ、楽になってないんかな。よいしょー、うわー、なんか来た。よし、落ちたと。これはなんだ、どこだ、どこに向かうやつだ。あ、なんか降りてきた。あ、ここで取れるんか、なるほどね。てかクッパ現れてるけど消えてないんや。私の勘違いやったんかな。あ、これ一周するだけもしや。へえここから上がれるかな、どっか。お、いいよ、上がってこれた、上がってこれた。ちょっとちょっと、え、おい、せっかくのタヌキ、こっちか。あ、もう道が全くわからなくなってる。待って、今私めちゃくちゃやばかったよね。一番ちっこい段階やったよね。おいあ、待ってくれお尻から。あれ、もうこの辺はないのか、あの熱線で行けるところは。あ、これは、これこれこれ、そう、それ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 、終わったのでは。え、待って待って待って、いや邪魔なんだよ君邪魔なんだよ。よし、あー、なんとか熱戦で発掘猫社員。あ、ここまだあと1個あるぞ。なんだ、ふー、ちょ、今回のクッパが出てからちょっと長かったよ。お、ギガベルから声が聞こえる。え、集まった？怪物は怒り狂って、もう猫社員の輝きでは抑えられぬ。マジで？じゃな、え？やめて、じゃあ私がこれ取ったところでまだおるってこと？やめてよ、血統猫ブンブン。猫ブンブン、猫ブンブン。え？うわ、この手は普通にまだおるやん、やめて。ちょい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 、プレス。ここ多分、ここここここ。うわ。待って、下ろして私を。はい、これローリングファクトリー、初めて来たとこやない。熱戦の発掘猫社員、多分初めて来たとこれはね。今まで何回もこの辺来たけど、まだ来てないとこあったか。まあ上の方にできてないとこいっぱいあったけど、輝け東大の猫社員。しょそう、アイテムゲットだと思ったのに違うのか。いい、あ、でもこれでめっちゃいっぱい、よいしょ、コインをゲットできるんだけど、うん、えい、で、こっちは輝け東大の猫社員。とりあえず東大に向かっていかんというか感じか。えい、
何？ピッ。こんなさ、のんびりのんびり上がっていけるのめちゃくちゃ危険じゃないっすか？絶対ダメなやつじゃないっすか？ピッ。助けてーよっ。お、大事大事、そういうの。周りはアイテムじゃないのかな。危ない。お、はい、危ない。はい、タヌキ。あと1個ないよね。待って、これ何？痛い。あ、それが出てき4回。え、待って、とりあえず一旦大きくなろう。とりあえず一旦大きくなって、はっ、ほっ、おっと、これは危険なやつではないでしょうか。無理なんじゃないか。え、なに、そこになんかある。なにあれ、かっこいいよ。え、ここじゃ、ここよね。びっくりした、違うかと思ったやん。え、君さ、あれよね、3回目ぐらいの対戦じゃない？違う？え、違うんかな。よし、うわ、え、マジでトゲとか前まであったっけ。やめてよ。え、これ、なるほど、順番に迫ってきよんやね。え、なんか分裂するの君。なんかね、甲羅と別になるね、こいつ。増えてく、めっちゃ増えてく。でもやっつけたぜ。あ、これで50個じゃない。あ、やっと私巨大化できるわ。とりあえずコイン集めとこう。ちょっと最近コイン大事やなってちょっとめっちゃ思ってるので。めっちゃ思ってるので、イエイ。血統ネクブンブン。お、これで4つ全部揃ったね、ここ。なんとか。そしてこれでギガベルが解放された。あー、やっともうクッパに対抗できるわ。どうやって出たの。ここか。ちょ、あー、今私猫じゃねえ。待って、今私全くもって猫じゃねえわ。恐ろしい。キープドロー。よし、とりあえず私を外に出させてくれ。え、でさ、あのギガベルは、あれか、オッケー。ちょっとギガベルの場所さえ把握できればもういけるだろう。え、待って、ひーフレッシー。フレッシー超。おい、あのね、そうやって余裕がないのはどうかと思うよ、私。あしかもほら、自分の息子めっちゃ攻撃しよるよ。大丈夫、ちょっと、えい、ギガベル、早く。あ、やっと来た。ようやく対抗できる、クッパに。頑張るわ。体力あとちょっとやもんね。え、これさ、一回一回退場はもうできんくなっとったけど、どうなん？猫社員ゲットするたんびにちゃんとダメージを与えれとったんかな。なんかあれから変わってない気がするんやけど。そうでもない。おいおい、待てよ、ちょ待ってって。おい、キャー、ちょ私に、あー、ギガベルを
え、なんかクッパあれなんよね、あの強いとかじゃなくてスピードが上がっとんよねめちゃくちゃスピードが上がっとんよね。やめてくれんかな。えい、なんかこのね、余裕のなさというか、なんというか、人に全く攻撃をさせてくれん感じ、よろしくないよ。ちょっとよろしくないって。あ、めい、お、めっちゃダメージを与えれた。さあ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 、いて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 待って、どこ行った、え、どこ、あ、あれか、急激に遠たかったな。え、今までこんな攻撃ありましたっけ。なに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 、これ風返せるんじゃない。えい、危ない危ない。でもあとちょっと、多分ね、あのヒップドロップはあと1回で大丈夫やと思うよね。ひげ、これこれ、このボールほら弾き返せるやん。はい、しかし当てれねえ。待って、何かを吐くね。あ、くそ、待って、ベル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 、私後ろ見てないけど大丈夫かしら。よし、はい、ベル、オッケー。こっちのねスピードがね遅いんすよね。お、えい、どこ行った。はい、あー、待ってくれ、あの、あのー、この状態でいける。おお、いったいった。最後とどめ、全然もう猫になってなかったけど、まあまあまあ巨大化はしとるけんね。おお、めちゃくちゃ水吐き出した。爆発した、え、爆発した、今回逃げんかった、え、終わった、大丈夫、お父さん死んだえ、大丈夫か、どうなった、あ、しぼんだんかな、もしかして。うん、ん、どうなった。でもなんかクロックはなくなった気がするんやけど、なに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 、え、なに、猫になるんじゃない、クッパ。しかもなんか3つも使うんやけど、こいつ、何？え、てかこれ回収されたってこと、もしかして。え、無理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 、えー、何何何何、え、何、どうすればいいのこれ、え、いや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 、ねえ、あの巨大巨大猫ベル回収されたってことよね、あれ。いや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 、ダメでしょう。これ取りに行かんといかんってことよね。てかめっちゃ逃げるやん超絶逃げるやん。どうにかして、ちょっとあの、あ、意味なかったどうにかして回収しなければいけないんだけれども、あ、え、これ何、ウサギみたいなことあの、ウサギみたいな感じで、え、ちゃんと追いつける、これちゃんと追いつけるんならね、やる気も出るんやけど、追いつけんとしたら、あの、ね、私のやる気が、つらい。それかただ単にこのストーリー上的な感じで、お、追いつけた、あ、くそ、何回か突撃せんとダメな感じか。おっしゃ、
2回行った。あと1回ぐらいかな、回数的には。くっ、怖い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 。でもちゃんとあの追いつけるということは分かったので、やる気は出てきたよ私のやる気は出てきたよ。よっしゃー、いけたのでは。え、まだ、どういうことよ。だってさ、あのクッパのね、体力も別に現れてないしね。何をどう基準として見ていればいいのかがよくわからんのだがでもとりあえずなんかめちゃくちゃ攻撃してきよるけど当たってないよね。当たらん仕組みになってるとかじゃないよねわからんけど。なん、いやっそー、今の絶対駅だと思ったのに。ほら別に体力出てないんよな。何回ぐらい攻撃したらいいんやろ。多分何かしらあると思うんだけど。お、4回いけた、いけた、吹っ飛ばしたよ。何、プレッシーが猫になるとか。え、なんかめっちゃ巨大にプレッシーごと。え、ちょ、押しつぶす押しつぶす押しつぶす、恐ろしい。あ、ほら猫耳生えたよ。プレッシー、かわいい。あ、マリオもちゃんとなっとるね。あのマリオもプレッシーがでかすぎるけんあれやけど、ちゃんとでかくなっとるよね。あ、花火になったけどえ、クッパ打ち上げられたんですけど。おー、猫社員、太陽が猫や猫。あ、めっちゃいい天気。クリアってことかな。50、まあキリいい感じやし。もしかしてこれクモも猫の形になっとったりとかする？そこまではないか。お、ちっこくなったクッパ。あ、ちゃんと目に光が宿ったよ。なになになに、どこ、お。いや、ちょっとちょっと君助けてもらったんやけんさ、ねえめっちゃジュニアに引っ張っていかれよるけど、今回はお礼を言ってよ。めっちゃ威嚇してくるけど。なに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 、急に敵側に回ったの。いや、まあ、もともと敵やったけど。お、猫たちが集まってきた。ね。この世界のあちこちにおった可愛い猫たち。え、プレッシーの上やったん？が、強兵化したまんまなんやね。あ、クリア？てか、最後のさ、あの、クッパジュニアの、なんとか、と言いたいみたいみたいなあれはないの？そこは教えてくれないんすか？自分で想像してみたいな。まあ、お父さんも助かったし、なんか今度からまた覚えとけよみたいな感じかな、マリオに対して。何この絵？いや、クッパジュニアが描いたんやろうけど、どういう絵？なんかお父さんめちゃくちゃやられてない？クッパめちゃくちゃやられてない？どういう状態？なんだあれは、邪悪なクッパかな。黒くなっとる。今回のことを思い出として絵に描いたって感じ？もしかしてこれあれ、自分が救った的な体で描いとんやない？自分がお父さんを攻撃してみたいなのが出てきた。何？別に何も書き加わってはないよね。
ほら、多分これマリオはおまけ程度な感じで、自分が主に活躍したって感じの絵やと思う。だってめちゃくちゃほら、主張が激しいもん。これクッパシュニアがゲットしとるし、猫社員。あ、でもここはちゃんと、あれなんやね。巨大猫マリオ VS 邪悪なクッパ。間にちゃんと自分も描いてるけど。おお、でっかい猫の夕日。いいね、いい絵やね。親子で。お父さん大好きなんやね。素晴らしい。Thank you for playing。お、猫社員全部で100あるん。まあ、一応50個でストーリーはクリアってことかな。あとはま、やり込み要素。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか徐々にさ、あのクッパ、徐々にクッパの出てくるスピードというか感覚がね、狭くなっていくのがめちゃくちゃきつかった。最後出ずっぱりやったしね。無理すぎる、あんな中で回収していくの。